チャオ、プリンスコーです。以前ショーアルカナをストーリー仕立てでお送りしたんですけれども、ショーアルカナの別個の解説も欲しいというご意見がありましたので、今回やっていきたいと思います。今日もね、出張鑑定3日目、やはりビジネスホテルね泊まってるんですけれども、すごいですよ。自販機でですね、自動販売機でおつまみが売ってるんですよね。結局お酒を買わずにおつまみだけを買った変な男、プリンスコーです。まあ、そんなことごめんなさい。どうでもいいんですけれども。あ、なんか今ひっぱたく用意満々ですね。ごめんなさい。大丈夫です。今日は言い間違いないです。大丈夫です。このですね、今日はワンドの5ですね。やっていきたいと思います。ちょっと手元はね、今回、ちょっとアルカナタロットだと、ちょっとかけ離れてるような感じがするんで、わかりやすく今回は、ちょっとライダー版で、お送りしていきますね。そう。表示の方をね、ライダー版にします。手元はね、この、チョコレート。結局言ってるの。ごめんなさい。アルカナムタロット。失礼しました。ワンドの5。やっていきましょう。そう。ワンドの5ですね。こう、争ってるんですけれども、この男性5人が、棒を持ってこう、格闘してるけれども、実際これはそんなにね、こう、敵意丸出しの争いではないというような形です。本当に敵意があるんでしたら、棒ではなくね、刀とかね、剣用いるはずですので、これはものすごくね、こう、変な言い方ですけれども、良い争い、良い喧嘩というようなね、ことが言えますね。皆さんもね、こう、経験ありませんかね。こう、親友と呼べる人とは、ものすごい喧嘩をして、その後親友になったっていうパターンがね、結構あると思うんですよね。こう、喧嘩を通してね、自分を本当にこう、さらけ出した。お互いの意見の食い違いのこう認め合って喧嘩になってこう今の友情がある、そして親友になったというようなね状況だと思いますね。それまさにこうワンドの5だと思うんですよね。こう意見の食い違いを乗り越えて、こう戦って、そして真実、勝利というか本当の、親友を勝ち取った、勝利を勝ち取ったっていうような意味ですね。こう上辺だけの友達ならばね、こう喧嘩は必要ないと思います。その場しのぎでこうね、嫌い事さえ言っておけば、一応形としては友情のようなものが成り立つというような形ですけれども、このワンドの5というのはですね、本当にもう意見の食い違いを乗り越えて、喧嘩をして、切磋琢磨して、友情が成り立ったというような流れですね。これがですね、ちょっと逆位置になってしまいますと、そうですね、こう、過剰に働くと、必要以上に相手を傷つけてしまう。こう、小さい争い、こうなんていうかルール内の争いで収まるはずをわがままが過ぎて必要以上にこう、まあ、剣を用いるという意味でしょうか。剣を用いて必要以上に相手を傷つけてしまう、そういうことがですね、このワンドの5の逆位置で、過剰ではなく、少なく、こう過小に働くという意味ではですね、相手に嫌われるのを嫌がって争いを避けている、臆病な上で争わなくてはいけない、戦わなくてはいけないのにそれを逃げて避けてしまっているので真実が見えてこないというようなことですね。そう、逆位置はね、傷つけすぎ、そして相手に遠慮しすぎというようなこう過剰と過小でね、分かれてきますよね。ですのでね、こう聖地のようにですね、本当にこうなんて言いましょうか、喧嘩というよりね、こうフェアプレー精神のスポーツのようなね、そういうようなノリ、こう相手を尊重した上でですね、自分の意見も、押し通して、そこから、結論を見出していくというような、正しい流れになってますね。ですのでね、こうワンドの5というのはね、一見ちょっとこう争ってるようなカードですけれども、実際それはもう必要のある争い、やらなくてはならない、戦いといいましょうか、そういうものですので、決してこれはね、争ってるカードといって、悪いカードではないですね。むしろですね、その争いを通してですね、真実が見えてくる、違う局面が見えてくるというようなね、流れになってますので、ぜひね、このカードが出た時のレーディングに役立ててみてください。ではまた、次のレッスンでお会いいたしましょう。チャオ。